どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はこのガズメロをお届けしたいんですけど、ちょっと今日番外編というかですね、このガズメロっていうのは一体何かというと、ウクレレで世界中にある名曲たちの主旋律のメロディーを、こう弾こうと、弾いてもらおう、ウクレレに歌ってもらうように弾こうというようなプログラムをね、このガズレレでやっていて、もう今までね、このタブフというこういう楽譜を使って、こういうなんかこうメロディーをね、ウクレレでこう弾いていくっていうプログラムをやってるんですね。で、これをやって聞いたらですね、結構多い声が難しいですと、タブフというこの楽譜、この読み方を分かってはいるんだけど、ちょっとねやっぱりその早くスイスイ弾けないからということが、分かってきたということで、今回はちょっと練習用というか、まずちょっと基本中の基本で指の運動というか、このタブフになれるというか、そんな感じで今日はこのチューリップ、童謡チューリップをちょっと課題曲にして、面白いちょっとタブフの練習トレーニング動画にしようと思ってます。同じ、ちょっと待って、このフレーズですよ。咲いた咲いたチューリップの花が並んだな、これなんですけど、これ同じメロディーで3つのちょっと違いをちょっとやろうと思うんですよね。これね、ウクレレとかギターっていうね、弦楽器ならではのちょっとことがあって、同じ音がここにいっぱいあるんですよ。例えば1弦の開放弦、今ね、1弦の0フレットを弾いてるんですけど、この音が2弦の5フレットと同じ音なんですね。高さ一緒でしょ。ほら、こんな感じに、あちこちに同じ音が点在してるんですね。で、まあその辺のこともちょっと面白いゲーム感覚で、この同じ咲いたチューリップの花が並んだ、このメロディーを3つのね、違う場所でタブフの練習用としてちょっとやってもらうと、これかなりね、タブフの理解が進むんじゃないかなと、ガズがこう考えつきましてですね、今日はちょっと特別編、タブフの練習と、タブフって面白いなっていうことを分かっていただく、そんな練習動画になっております。はい。これは今日はなかなか面白いことになると思いますよ。よろしくお願いします。さあ、今日はですね、今も言ったように、このタブフという楽譜を見ながら進めていきます。まずこれ分かんない方、概要欄にね、詳しく解説している動画を貼っとくんですけど、一応ちょっと今も説明。これ一番上の線が1弦、2弦、3弦、4弦ってなってて、この数字はフレットの数なんですよ。で、ここ、024、024って最初書いてあるじゃないですか。これ、1弦の0っていうのは開放弦ですからね。024、024、こんな感じです。次は、7って書いてあるから。7、4、2、0、2、4、2。はい。これ簡単でしょ?これ、今映ってるのは、見てもらったらわかるけど、1弦だけしかこう書いてないじゃないですか。はい。これがまず1のパターンで、やっていこうということで。これは、いつも言ってることなんですけど、タブフっていうのはこの、楽譜を見ながら、まあ、今日チューリップはもしかしてこの楽譜見ているだけでもできるかもしれないけど、基本的には覚える。これがポイントになると思いますね。で、今日はさっきも言ったけど、3つのパターンでこのね、チューリップのメロディを弾いていこうと思うんですけど、もう今日ね、今、このまんまね、レッスンしていっちゃいますね。今、前半やったんで、次のフレーズ並んだ、同じです。並んだ、また1弦の7、赤白黄色、ちょっと順番が変わりました。その次、どの花は、1弦の7747997ですね。で、44220、これが1弦だけを使ったまず一番最初の、フレーズは一緒なんですけどね、一番最初の1弦だけ、1弦だけ、なんて言うんだろう、1弦だけを使ったメロディーのタブフでした。じゃあ次、2番はね、その順番通り1弦と2弦を使ってこの同じメロディーを弾くという、そういう脳トレゲーム的なやつです。次、今度はね、スタート地点が違います。今度は2弦の5フレットから始まるんですよ。はい、見て、はい、今度は1弦と2弦が出てくるでしょ。いきますよ。最初は2弦の5、7、1弦の4フレットです。はい、だいた、次はまた同じ1弦の7、4で、今度はまた2弦の7、5、また2弦の7、1弦の4、2弦の7、はい、で、次のバース、次はまた同じです。5、7、1弦の4、2弦の5、7、1弦の4、次1弦の7、4、2弦の7、5、7、1弦の4、今度は2弦の5ですね。その次、1弦の7747997。ここはね、さっきの1弦だけと同じですね。次、44、2弦の77、2弦の5ということです。はい。これ、急に変わるでしょ。多
分ね、本当に初心者の人は一番最初にやった一弦だけのフレーズの方が見た目でわかるじゃん。こっちが音程低くてこっちが高いってわかるでしょ。だけど二つの弦にまたぐと高い低いがね、このオクターブこっちで変わってくるんで、これはまあこっちの方がちょっとね、ノートレ要素高いと思うんですよ。で、今日とっておきなのは、今度は1弦と2弦と3弦の3つの弦を使った、3つ目のパターンというかフレーズというか、そのやつやります。はい、こっからはちょっとね、コードっていうか、初心者の人にとってはコード。今度はなんと3弦の9フレットからです。9フレット、はい、9、11、2弦の9、わかる？3弦の9、11、2弦の9、2弦の、12、9、3弦の11、9、11、2弦の9、3弦の11、はい、次のバース。9、11、2弦の9、9、11、2弦の9、また、12、9、3弦の11、9、11、2弦の9、今度は3弦の9、はい。で、ここは盛り上がるとこ。2弦の12から、12、12、9、12、1弦の、9、9、2弦の12、はい、やって、2弦の9、9、3弦、11、11、3弦の9フレット。ここがね、問題。でも、ちょっと気づいた方いますかね。まず、1のパターンは、開放弦からここまで一直線で、この1、こっからここまでのエリアを使ってるわけじゃん。こっからここまでのエリアを使ってます。1弦から9フレット。なんだけど、2つの弦を使う2番目にやったパターンは、4フレットから9フレットの間だから、だいぶさっきよりこの半分ぐらいのこの、こっちの移動は進みますよね。その代わりこっちの移動が足されたってことです。わかるかな？ 1回目の1弦だけを使ったフレーズはこっちが忙しい。はい。で、2回目の、1弦と2弦のフレーズは、こっからここまででだいぶ短くなったんですけど、1弦と2弦のちょっと縦移動が加わったぞということですね。で、今やった3番目、3つの弦を使う、1弦、2弦、3弦を使うフレーズのパターンは、今度はかなり短いです。9フレットから12フレットの間、たった4フレットの間しか使わない。こっちはこれしかないのに、今度縦の移動になったってわけじゃん。だけど今度1弦と2弦と3弦をこう、縦上下にこう、またぐことになったから、こういう違いがあるんですよ。で、これね、だから、どれがいいとか、どれが素晴らしいとか、どれが一番上手だとかいうのは、まあ、ないんですね。なんですけど、まあ、ガズさんは、この、今このやってるガズメロというプログラムで、すごく気持ちよく弾けるように、皆さんにとってなるべく楽に弾けるようにっていうことで、今までかガズメロの曲取り上げてるんですね。あ、ちょっとちなみにガズメロっていうのはね、ガズがもうかなりいろんな曲取り上げてます。再生リスト、概要欄に貼っておくんで見てください。世界中の名曲がね、この歌うんじゃなくて、このウクレレに歌わせる。これ、タブーの読み方分かると、この今日のこれで練習してもらっていろんな曲トライできますからね。概要欄要チェックです。はい。そういうわけで今日は、まあ一回ちょっとその普段のガズメロを忘れてもらって、ウクレレに慣れ親しむ、ウクレレのこのタブフにね、ウクレレのこのタブフと単音メロディを弾くっていうことに、慣れ親しんでいくのと、このウクレレの音がね、同じ、ウクレレなのにいっぱい同じ音があちこちにあるんだなという気づきをね、まあ、得てもらいたいかなというふうに思うということでございます。はい、それではこれからね、ガズがね、今やった3つのパターンの出前予想をしようと思うんですけど、ひとまず、ガズレ、簡単ウクレレレッスン動画、プログラム、概要欄に貼っとくんで、ウクレレ全くやったことない方は、まずガズレレの基本中の基本のレッスン受けてからね、やるのもいいと思いますけど、まあ、今日もね、いきなりこれから始めても楽しいですけどね。はい、そういうわけで、こっちの概要欄の、初心者レッスンも見てねということで、じゃあ早速やっていきます。チューリップ、ガズメロのタブフ練習トレーニング面白バージョン。三つの、指の動かし方でやってみる。1、2、3、4。はい。
やってみました。いかがだったでしょうか。3つのパターン。これね、結構奥深くないです。どれが一番簡単というか、やりやすいかというふうに思ったかな。一弦だけを使うのが一見簡単なような気がするけど、結構この、こっちの移動がすごいあるじゃない。で、2弦だったら、こう、縦にもあるけど、このさっきも言ったように、で、この3弦まで使うと、ここら辺だけで終わるというね、この辺の感覚ね、面白がっていただくとね、これなんかね、また新たな発見があるんじゃないかなというふうに思うんですけどですね。まあ、ちょっと今のデモ演奏、ガズさんがどの指でどんな風にやってるか、ちょっとこの後ね、さらに解説していこうと思うんですけど、まずはね、今画面に映ってて、このタブ譜、このガズレレのね、ノート、これのノートにね、書いてるんですよ。はい、もう41冊目ですけど、このノートに書いてます。この後みんなにもね、見せていこうと思うんですけど、ガズクラブでね、これの楽譜そのものをダウンロードしていこうと思うんですよ。その前に、ちょっとお知らせ。はい、この本読んでいただけました。はい、ガズがめちゃくちゃいいことを言ってる、ご機嫌ガズレレデイズというですね、このエッセイ本が、今全国発売になっています。主婦の友社から出版されています。ご機嫌ガズレレデイズ。このご機嫌で、もうデイズが送れる、ご機嫌で音楽できる、毎日楽しくいけるぜ、みたいな、とってもいい言葉が山ほど詰まった、めちゃくちゃ写真も満載な、いい本になってます。ぜひ皆さん、ご一読ください。よろしくお願いします。さあ、これ見せていこうかな。タグを今これ映して、見てもらうと思うんですけど、ガズクラブでダウンロードできるようにしておきます。このガズクラブ一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費で、このタブ譜を含むガズメロで取り上げているすべてのタブ譜と、ガズが弾き語りでレッスン動画を上げているもう1000曲以上のね、手書き楽譜が毎月5曲お手元にね、ダウンロードしてすぐご活用いただけるというね、画期的なサービスなんですけど、このガズクラブは楽譜のダウンロード以外に、ガズクラブメンバーだけが使えるアプリがあったり、ガズクラブメンバーだけが参加できるもう全世界からの参加がある大セッション大会、ガズオンが毎月2回行われていたり、皆さんの演奏動画をね、発表できる場所があったり、もうわちゃわちゃ面白いクラブ活動になってます。ぜひガズクラブ、入ってきてください。そしてね、ちょっと違うんですけど、ガズレレ大学っていうのをやってます。こっち大学だからちょっとハイレベルなんですけど、こっちは YouTube メンバーシッププログラムで毎月590円で、毎週2回のライブ配信による講義、チャットでも聞き放題、質問し放題で、テーマソングを決めて、ものすごい深掘りしてます。ちょっとね、レベル高いんで、16ビートとかカッティングできる人だと、このガズレレ大学めっちゃ楽しいです。入ってきてね。あとね、毎朝7時半からガズラジというラジオ配信してます。誰でもいつでも無料で聞けるラジオ。ぜひ皆さんこれいいこと言ってるんで聞いてくださいね。今言ったこの辺のこと概要欄に詳しく貼ってあるんで、ぜひチェックよろしくお願いします。じゃあちょっとこれ映していきましょう。はい、これまず今、一弦だけでやったこれ、一番のパターンっていうか、一番最初のパターンね。はい。いいですか？一時停止して。こういう風に書いておくと結構わかりやすいよ。練習の時いいですよ。はい。で、次2回目にやった1弦と2弦だけを使った、1弦と2弦だけっていうか、1弦と2弦、2つの弦を使ったフレーズですね。はい。一時停止して書いてください。はい。そしてこれが3、1、2、3弦を使った3つ目のパターンです。これがね、面白い。はい。てな感じでございます。はい。こういう風に書く、これ、お時間ある方はね、今映したの書いてくださいね。で、これ伴奏、ちょっとね、今日 C から始まるんじゃないんで、後で解説ちょっとしますけど、ちょっとここにもコード書いてきましたけど、これ後で解説します。はい。今のこのメロディーなんですけど、3つの1弦だけを使うパターンは、これ簡単だからね、まあ、説明もないんですけど、まあ、どの指使うかですよね、左手。ガズはこんな感じでやりますけど、これ決まり、一本指でもいいんですよ、別に。忙しいけどね。まあ、このいろんな指自分で都合のいいのを使ってください。ここの音はこの指を使いなさいっていう決めつけは一切ないです。まずはもう弾ける指でやってください。で、二番目のフレーズも、タタ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 。ガズのこれ参考になればいいけどね。こうやって弾いてます。はい。で、問題はこの3弦を使うパターンです。3弦まで。パパパ、パパパ、パパパパパパパ。でもこれ、ある意味こっちも簡単だと思うんだよね。この、弦またぐけど、ただ右手がね、3弦、2弦、1弦飛んでくるから、まあ、とは言っても指1本でゆっくりだったらね、この速さだったらできると思うね。
なんでちょっと何回もあの研究してちょっとフレーズをあのこの3つのフレーズ自由自在に弾けるようになっとくと、なんか知らないうちにねこのタブーの読む、能力と右手と左手のこのタイミングが上がってくるんじゃないかと、そんな気がしている今日この頃なんです。はい、今日この面白かったちょっとゲーム感覚でこの3つのパターンやってみてください。で、これから本番です。皆さん、練習してもらったらガズが皆さんの伴奏しますから、ガズの伴奏に合わせて皆さん、演奏してください。マイナスワンと言います、こういうのを。はい、タブ譜を出しておいてガズが皆さんの伴奏をしますんで、ガズさん あの伴奏に息を合わせて気持ちを合わせてやっていきましょう。今日伴奏はね、ブラックビューティーモデルウクレレを使ってやっていこうと思います。コードはですねちょっと見慣れないコードも出てくるんで後で解説するんですけど、一応コード表記もちょっと下の方に出しとくんで、タブ譜ドーンと写しとくから、それをガズさんの演奏に合わせてやっていってください。それではいきますよ皆さん、本番のやってまいりました。マイナスワンやってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。やってみました。いかがだったでしょうか。あのリズムに乗って弾くとまたいいでしょ。で、3つのパターンはそれぞれのなんかね、このまず1弦だけのパターンと1弦と2弦のパターンと 1,2,3 弦使ったパターンで表情が変わるっていうか、同じフレーズなのにまるで違う曲を演奏しているような、そういう不思議な体験を味わっていただけると思うんですよね。面白いですよねタブ譜って。ぜひこの感覚ちょっと練習で取り込んでおくと、今後いろいろ他にもいろいろガズメロで取り組んでいるレッスン動画トライするときにね、有効なこといっぱいあると思いますからね。はい、で今の伴奏なんですけど、A というコード、ちょっとコード出しておくと、 A と E7 と D っていうコード、ちょっと押さえづらいコードなんですけど、今日このタブ譜の分かりやすさ優先のために、開放弦、一弦の開放弦使いたかったからこのコード進行になってるんですけど、まず A はこの、こうですね、こうやって押さえます。で、E7 はもうみんな知ってるもんね、こうだもんね、E7、ヤンキーの A7。で、D っていうのはこことここのこの3つなんですよね。こうやって押さえてますが、一弦は弾かないです。はい、もし伴奏をやりたい方はこの、このメロディー弾くときは A と E7 と D、こんな感じで弾いてもらうといいかなと。ワンブロックコード4つとかも出てくるんでね、ちょっとそこそこ忙しいっちゃ忙しいですけど、まあまずはあのガズさんの伴奏、今のやつどこでもご活用していただいて、プレイしていただいて構わないと思うんでね、何回も何回もこのガズさんの今のマイナスワンで練習して、自分のものにしてまいりましょうと。でさっきも言ったんですけど、このガズメロはですね、結構もうそろそろいろんな名曲取りためてますんでですね、皆さんの好きな曲あると思います。はい、ガズメロを再生リストで世界中のいろんな名曲、今度は歌うのもいいけどメロディーもこれでちょっと掴んでタブ譜でメロディー弾きも挑戦してみてください。よろしくお願いします。さあ、それじゃあガズレレ動画今日も楽しかったね。これでいろんなこう音楽のね、違う世界も見れると思いますよ。弾き語りもいいけどこのメロディー弾きもいい、最高でございます。音楽楽しんでいこうね。それでは今日のレッスンこれにて終了。バイバイ。